よいしょ。はい、こんにちは。なんだろうな、まあ、虫がついてるな。インカム周り、まあ動画を撮るために、まあ普通のマイクの音声はまあ当然撮れるんですけど、まあ需要があるかどうかは分かりませんけど、B コムの音もね、まあできれば伝えるタイミングがあるかどうかは分かりませんけど、まあ一応そういうねこともできるような仕様に、しておきたいなということで、まあカメラはね、まあこれですね、ソニーの FDR-X3000 なんですけど、まあこれに音声を 2K と入れたいということで、やっていきたいと思います。まあ基本マイクを2つ使って、それを合体するみたいな、そんな感じでよいしょなると思います。ただ分配のやつが、まあ、今日ちょっとね近くにあった山田電機に行って買ってきたんですけど、ちょっとなんか大きい無駄にちょっとごっつい感じのやつなんで、これですね。まあね、ヨドバシとかあればいいんだけど、名古屋まで行かんとないんで、これですね。まあこれ 2K と入れて一つにまとめると、まあいう感じなので、これとでマイクをねもう一個安い例の、バッファローのやつですね、まあ、これが500円ちょっとぐらいかな、なので買ってきました。これをねちょっと仕込んでいきたいと思います。そんな難しい作業じゃないんですけど、要するにこれの扱いをどうしようかと、いうのがまあ悩みどころなので、ちょっとまあヘルメットをね、改造することになるかもしれません。はい、まあ、ちょっとね考えてはいますけど、どうしようかと。まあ中に埋め込むのはね簡単なんだけど、まあインカムの音声が必要ないときは抜く、ということがしたいので、それをだからこれを外部に出すのか中に入れていちいち中のやつを外すのかどうしようかという感じですね。まあ私のやつはね右側に、カメラの方をつけますね。こうやってこうですね。で今このもうマイクの端子が来てるんで、まあ、これをぶっ刺すというだけなんですけど、上下逆で私はね、つけてます。上下逆じゃない普通の位置につけちゃうと、なんていうんだろうな、角度がねちょっといまいちなんですよね。角度が普通にまあこの方向で向きが違うんですけど、つけちゃうとこのオーバーハングっていうのかな、まあ、ちょっとこう内側に入ってるんで、まあ、それの角度分ねちょっと上がらないんで、どうしても水平が取れないんで、私はまあこの下向きにつけて、でこいつを反転していつもね、動画を撮ってます。はい、ということでちょっとねシールド貼って、まあ、こっち側だとね、B コムがついてます。まあ、これもガチョンってはめてるだけです、私の。両面テープとかあれは使ってません。クリップのやつですね。クリップのアタッチメントでズコってはめてます。まあ抜けることはありません。ということで、これどうやって撮るんだっけな。
こうやって撮るのか。撮り方が、よし、ちょっとね、シールドは外していきます。今ね、動画用のマイクは右側のここです。で、BCOMのマイクはこっち側にここにね、ついてます。マイクの位置は、変わらないと思います。変わりません。はい、なので、BCOMのスピーカーのところにもう一個マイクをつける感じですね。ただそれがうまくいくかどうか。中のこれも外すか。で、私はね、ちょっとはその頭の形がね、まあ完全に左右対称のね、楕円になってる頭の人ってあんまりいないと思うんですけど、まあ、私もね、多少はずれてますので、ずっとこれは昔からやってるんですけど、右側の、おでこの上の部分がノーマルのヘルメットだと若干ちょっと押される感じがするので、私はいつもね、ここを削ってます。ここをね、削ってるんです。そうするとちょうどまっすぐにね、ヘルメットが来るんで、まあこれはね、人によっていろいろ様々ですけど、私はそういう風にね、いつもヘルメットを削ります。さあね、これなんだけど、どうしようかな。マイクはやっぱり左、右につけてるので左側に持ってきたいね。マイクはこれも確か全部外せると思ったんだな。こう外して、このクリップは確か折ったかな、これ前。あ、抜けるね。これも、クリップは引っこ抜けますので、引っこ抜いちゃいます。で、確かこの爪もね、俺は折ってるはず。邪魔なんでね、この爪も切ります。ペチン。で、意外とね、このバッファローのやつはね、ケーブルが長いんですよ。で、まあ短くしてもいいんだけど、切ってね、短くしてもよろしいんですけど、悩みどころだね。まあでも、この後ろかな、後頭部のこの隙間の部分かな。ここにこれを埋め込まない、埋め込まない、はい、埋め込みません、埋めません。難しいんですよね、この照英はね。この溝が4本あるんですけど、これ要するにその中にも風を通すね、溝なんで、この溝は邪魔したくないので、だからっつってこのカメラの下にこれをなんかブラーンと下げとくものもちょっと嫌なので、いやでもどうしようもないな、これは。横につけるか。こういう感じでいくか。こういう感じにしといて、こうか。これとこれがこう
なってる状態でここにつけとく。そんなにかっこよくないね。おお、ちょちょちょ。こうでしょ。今こうなるかな。ちょっと長い長い気はする。これでいいか。これでいいか。中に全部入れてしまえば、うん、これでいこう。これが一番スマートかな、もしかしたら。あとは両面か。ちょっと強力な、でも剥がれやすいタイプですね、これ。よし。この両面はね、なんか弱そうなんだけど、私が今バイクにつけてる ETC、 あれのセンサー部分はね、これで固定してて、特に落ちたことはないので、信頼性はあると思います。よし、これをここに沿わせてこうつけるかな。これでいいの。あとはまあ取り回し。これが少しかっこ悪いな。向きが悪いな。まあでもこういうものをさ、いっぱいつけるとさ、やっぱ風切り音がどうしても出てくるよね。これも入れちゃおうか。内側を通して、よし、これでいいのか。はい、でこれもちょうど照英はね、ここに分割のラインがあって、こっからこう内側に忍び込ませるのが意外と得策だったりします。こういう感じになるかっていう。よいしょ。で内側に入れて、 B コムの左側か、左側のスピーカーですね、この辺りにこいつを持っていきたいけど、耳に当たるのはねやっぱり嫌なんで、上かな。ちょっとつけてみようかな、こっち側。で、どこに違うかな。耳のところにね、スポンジがあるんですけど、ちょっとね、耳当てのスポンジがあるんですけど、これがね、これの裏側にちょっと隠します。隠しておきます。多分大丈夫と思います。でだ、このケーブル、まあ、とりあえず中に入れておきます。中に入れて、これはこっちの喋る動画用マイクで出しておきます。一回これをするか。これで押さえないとダメだ。
まあこれがこっち側のあれに来るんですけど、まあ、このスポンジを利用してこの中に埋めてる人もいるんだけど、ちょっとね、これはバッファローじゃなくて3話サプライのまた多分700円ぐらいやったんですね。でちょっとねこれ入れると意外とこもってしまってたんだけど、場所が悪かったかな、もうちょっといい場所が本当は欲しいんだけど、ここかな、あ、ここ入るか、こういう感じで入れてみようか。で、どこだ、骨伝導とかならないのに本当ね、このマイクの場所は何だろう、トライアンドエラーを繰り返すしかないですね。引き回しもね、まあ他の他社のメットを知らないからあれですけど、まあ、照英なんかはこの頭のそのね、当ての部分のスポンジの裏にいろいろケーブルは隠せれますので、意外と重宝します。あ、線1個分、1個増えた分、あれだな、入りが悪いな。まあ、ここはね、各自うまいこと通してくださいとしか言いようがないもんな。 OK、OK、いい感じで入ったね。うん、まあ線が増えましたけどね、まあこんな感じですね。このピンクはちょっとかっこ悪いんで、あとで黒で塗っときます本当はね、このカメラもね、黒がいいんだけど、俺白しかないよね。これがちょっと気に入らないんですけど、うん、はい、そんな感じで、あとはポチポチとはめていけば。今日俺天気がね、ちょっと怪しいんですけどね、実験したいな。どうした、どうした、荒ぶってんな。あ、ちょっとマイク当たるな、これ。あー、若干当たるのか、ここは。もうちょい上、もうちょい上に行こう、これ。よいしょ、下すぎたのか。あ、これは下か。じゃあ上にした方がいいのか。下に入れましたけど、上に持ってこようか。ここに入るかな。お、いい感じに入ったぞ。ここに、ここの内側に今入れましたあ、いいかも。うん、若干きついかも。大丈夫か。あ、あ、あ、ここですね、ここに今マイクがここにあります。あ、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 脱ぐときもまあ問題ないね。よし、ちょっとこれでいってみよう。はい、できました。ちょっと天気が何とも言えませんけど、レポートできたらまたやりたいと思います。それではまた。